谷崎潤一郎途上東京 TM 株式会社本学士湯川勝太郎が12月も押し詰まったある日の夕方の5時頃に金杉橋の電車通りを新橋の方へぶらぶら散歩している時であったもしもし失礼ですが。 あなたは湯川さんんじゃございませんか。ちょうど彼が橋を半分以上渡った自分にこう言って後ろから声をかけたものがあった湯川は振り返ったするとそこに彼にはかつて面識のないしかし風采の立派な一人の紳士が陰銀に山高帽を取って礼をしながら彼の前へ進んできたのであるそうです 私は湯川ですが、湯川はちょっとその持ち前の好人物らしいうろたえ方で小さな目をパチパチやらせたそうしてさながら彼の会社の重役に対する時のごとくおどおどした態度で言ったなぜならその紳士は全く会社の重役に似た堂々たる人柄だったので彼は一目見た瞬間に 往来で物を言いかける無礼なやつという感情をたちまちどこへか引っ込めてしまって我知らず月給取りの根性をさらけ出したのである紳士はラッコの襟のついたスペイン犬の毛のようにふさふさした黒いタマラシャの街灯をまとって街灯の下には大方モーニングを着ているのだろうと推定される島のズボンを履いて象牙のノブのあるステッキをついた 色の白い四十格好の太った男だったいや突然こんなところでお呼び止めして失礼だとは存じましたが私は実はこういうものであなたの友人の渡辺法学氏あの方の紹介状を頂い,いてたった今会社の方へお尋ねしたところでした紳士はこう言って2枚の名刺を渡した湯川はそれを受け取って 街灯の分かりの下へ出してみた一枚の方は紛れもなく彼の親友渡辺の名刺である名刺の上には渡辺の手でこんな文句がしたためてある友人安藤一郎氏をご紹介する右は小生の道県人に似て小生とは年来親しくしている人なり 君の会社に勤めつつある某社員の身元について調べたい事項があるそうだからご面会の上よろしくお取り計らいを請うもう一枚の名刺を見ると「私立探偵安藤一郎」「事務所日本橋区唐柿町三丁目四番地」「電話なにわ5010番」と記してある。 ではあなたは安藤さんとおっしゃるので湯川はそこに立って改めて紳士の様子をジロジロ眺めた「私立探偵」「日本には珍しいこの職業が東京にも56軒できたことは知っていたけれど実際に会うのは今日が初めてである」「それにしても日本の私立探偵は西洋のよりも風采が立派なようだ」と彼は思った 湯川は活動写真が好きだったので西洋のそれには度々フィルムでお目にかかっていたからそうです私が安藤ですで、ね、その名刺に書いてありますような要件について幸いあなたが会社の人事課の方に勤めておいでのことを伺ったものですからそれでただいま会社へお尋ねしてご面会を願ったわけなのですいかがでしょう おたぼうのところをはなはだ恐縮ですが、少しお暇を割いてくださるわけには参ま,まいりませんか。紳士は彼の職業にふさわしい力のあるメタリックな声でテキパキと語った。何、もう暇なんですから、僕の方ではいつでも差し支えはありません。と湯川は探偵と聞いたから、私を僕に取り替えて話した。 僕でわかることならご希望に従って何な,なりとお答えしましょうしかしそのご要件は非常にお急ぎのことでしょうかもしお急ぎでなかったら明日ではいかがでしょうか今日でも差し支えはないわけですがこうして往来で話をするのも変ですからいやごもっともですが明日からは会社の方もお休みでしょうしわざわざお宅へお伺いするほどの要件でもないのですから ご迷惑でも少しこの辺りを散歩しながら話していただきましょうそれにあなたはいつもこうやってお散歩なさるのがお好きじゃありませんかハハハと言って紳士は軽く笑ったそれは政治家気取りの男などがよく使う豪快な笑い方だった湯川は明らかに困った顔つきをしたというのは 彼のポケットには今しがた会社からもらってきた月給と年末賞与とが忍ばせてあったその金は彼としては少なからぬ額だったので彼はひそかに今夜の自分自身を幸福に感じていたこれから銀座へでも行ってこの間からせびられていた妻の手袋と肩掛けとを買ってあのハイカラな彼女の顔に似合うようなどっしりとした毛皮のやつを買って そうしてて早く家へ帰って彼女を喜ばせてやろうそんなことを思いながら歩いている矢先だったのである彼はこの安藤という見ず知らずの人間のために突然楽しい空想を破られたばかりでなく今夜のせっかくの幸福に日々を入れられたような気がしたそれはいいとしても人が散歩好きのことを知っていて会社から追っかけてくるなんて なんぼ探偵でも嫌なやつだどうしてこの男は俺の顔を知っていたんだろうそう考えると不愉快だったおまけに彼は腹も減っていたどうでしょうお手間は取らせないつもりですが少しつきあっていただけますまいか私の方はある個人の身元について立ち入ったことをお伺いしたいのですからかえって会社でお目にかかるよりも 往来ののが都合がいいのですそうですかじゃあとにかくご一緒にそこまで行きましょう湯川は仕方なしに紳士と並んでまた新橋の方へ歩き出した紳士の言うところにも理屈はあるしそれに明日になって探偵の名刺を持って家へ訪ねてこられるのも迷惑だということに気がついたからである歩き出すとすとぐに 紳士、探偵はポケットからハマキを出して吸い始めたものの一丁もいく間彼はそうしてハマキを吸っているばかりだった湯川がバカにされたような気持ちでイライラしてきたことは言うまでもないでそのご用件というのを伺いましょう僕の方の社員の身元とおっしゃると誰のことでしょうか僕でわかることなら何でもお答えするつもりですが 無論あなたならお分かりになるだろうと思います紳士はまた23分黙って葉巻を吸った多分何でしょうなその男が結婚するとでも言うので身元をお調べになるのでしょうなええそうなんですご推察の通りです僕は人事課にいるのでよくそんなのがやってきますよ一体誰ですかその男は はせめてそのことに興味を感じようとするらしく好奇心を誘いながら言ったさあ誰と言ってそうおっしゃられるとちょっと申しにくいわけですがその人というのは実はあなたですよあなたの身元調べを頼まれているんですよこんなことは人から関節に聞くよりも直接あなたにぶつかった方が早いと思ったもんですから それでお尋ねするのですがね僕はしかしあなたはご存じないかもしれませんがもう結婚した男ですよ何かお間違いじゃないでしょうかいや間違いじゃありませんあなたに奥様がおわんなさることは私も知っていますけれどもあなたはまだ法律上結婚の手続きを済ましてはいらっしゃらないでしょうそうして近いうちに できるなら一日も早くその手続きを済ましたいと考えていらっしゃることも事実でしょうああそうですかわかりましたするとあなたは僕の家内の実家の方から身元調べを頼まれたわけなんですね誰に頼まれたかということは私の職責上申し上げにくいのですあなたにもおおよそお心当たりがおありでしょうから のかその点は見逃していただきとうございますええヨゴさんすともそんなことはちっとも構いません僕自身のことなら何でも僕に聞いてください間接に調べられるよりはその方が僕も気持ちがヨゴんですから僕はあなたがそういう方法をとってくださったことを感謝しますはは <laughs> 感謝していただいては痛み入りますな 僕はいつでもと紳士も僕を使い出しながら結婚の身元調べなんぞにはこの方法をとっているんです相手が相当の人格のあり地位のある場合には実際直接にぶつかった方が間違いがないんですそれにどうしても本人に聞かなければわからない問題もありますからなそうですよ。 そうですともと湯川は嬉しそうに賛成した彼はいつの間にか機嫌を直していたのであるのみならず僕はあなたの結婚問題には少なからず同情を寄せております紳士は湯川の嬉しそうな顔をちらと見て笑いながら言葉を続けたあなたの方へ奥様の席をお入れなさるのには 奥様と奥様のご実家とが一日も早く和解なさらなければいけませんなでなければ奥様が25歳におなりになるまでもう34年待たなければなりませんしかし和解なさるには奥様よりも実はあなたを先方へ理解させることが必要なのですそれが何よりも肝心なのですで僕もできるだけご尽力はしますが あなたもまあそのためと思って僕の質問に複雑なく答えていただきましょうええそれはよく分かっていますですからどうぞご遠慮なくそこでとあなたは渡辺君と同期にご在学だったそうですから大学をお出になったのは確か大正2年になりますなまずこのことからお尋ねしましょうそうです 大正2年の卒業です。そして卒業するとすぐに今の TM 会社へ入ったのですさよう卒業なさるとすぐ今の TM 会社へお入りになったそれは承知していますがあなたがあの千の奥様とご結婚なすったのはあれはいつでしたかなあれは何でも会社へお入りになるのと同時だったように思いますが ええ、そうですよ会社へ入ったのが9月でしたねあくる月の10月に結婚しました大正2年の10月とそう言いながら紳士は右の手を指折り数えてするとちょうど満5年半ばかりご同棲なすったわけですね千の奥様が千ブスでお亡くなりになったのは大正8年の4月だったはずですから ええと言ったが湯川は不思議な気がしたこの男は「俺を関節には調べない」と言っておきながらいろいろのことを調べているで彼は再び不愉快な顔つきになったあなたは千の奥さんを大層愛していらしたそうですねええ愛していましたしかしそれだからといって 今度の妻を同じ程度に愛しないというわけじゃありません亡くなった当座はもちろん未練もありましたけれどその未練は幸いにして癒しがたいものではなかったのです今度の妻がそれを癒してくれたのですだから僕はその点から言ってもぜひ熊子と熊子というのは今の妻の名前ですお断りするまでもなくあなたはとうにご承知のことと思いますが 正式に結婚しなければならない義務を感じておりますいやごもっともでと紳士は彼の熱心な口調を軽く受け流しながら僕は千の奥さんのお名前も知っています筆子さんとおっしゃるのでしょうそれからまた筆子さんが大変病心なお方でチブスでお亡くなりになる前にたびたびおあずらいなすったことを承知しております 驚きましたなあどうもさすがご職長柄で何もかもご存じですなそんなに知っていらっしゃるならもうお調べになるところはなさそうですよハはハは、<laughs> そうおっしゃられると恐縮です何分これで飯を食っているんですからまあそんなにいじめないでくださいであの筆子さんのご病心のことについてですが あの方はチブスをおやりになる前に一度パラチブスをおやりになりましたねそれは確か大正6年の秋、十10月頃でしたかなり重いパラチブスでなかなか熱が下がらなかったのであなたが非常にご心配なすったということを聞いておりますそれからその明くる年大正7年になって正月に風邪をひいて五六日寝ていらしったことがあるでしょう ああそうそうそんなこともありましたっけその次にはまた7月に一度と8月に二度と夏のうちは誰にでもありがちな腹下しをなさいましたなその三度の腹下しのうちで2度はごく軽微なものでしたからお休みになるほどではなかったようですが一度は少し重くって1日2日伏せっていらした。すると今度は、 秋になって例の流行性官房が流行りだしてきて筆子さんはそれに2度もおかかりになったすなわち10月に一っ軽いのをやって2度目は明くる年の正月のことでしたろうその時は肺炎を併発して奇特なご用体だったと聞いておりますその肺炎がやっとのことで全壊すると二月も経たないうちにチブスでお亡くなりになったのです そううでしょうな僕の言うことに多分間違いはありますわいなええと言ったきり湯川は下を向いて何かしら考え始めた2人はもう新橋を渡って裁判の銀座通りを歩いていたのであるまったく寸の奥さんはお気の毒でした亡くなられる前後半年ばかりというものは 死ぬような大患いを二度もなすったばかりでなくその間にまた肝を冷やすような危険な目にもちょいちょいお会いでしたからなあの窒息事件があったのはいつ頃でしたろうかそう言っても湯川が黙っているので紳士は一人でおなずきながらしゃべり続けたあれはこうっと奥さんの肺炎がすっかり良くなって23日のうちに床上げをなさろうという自分 病室のガスストーブから間違いが起こったのだから何でも寒い自分ですな2月の末のことでしたろうかなガスの線が緩んでいたので夜中に奥さんがもう少しで窒息なさろうとしたのはしかしいい塩梅に大事に至らなかったもののあのために奥さんの床上げが23日延びたことは事実ですなそうですそうです それからまだこんなこともあったじゃありませんか奥さんが乗り合い自動車で新橋から須田町へおいでになる途中でその自動車が電車と衝突してすんでのことでちょっとちょっとお待ちください僕はさっきからあなたの探偵癌には少なからず敬服していますが一体何の必要があっていかなる方法でそんなことをお調べになったのでしょう いや別に必要があったわけじゃないんですがね僕はどうも探偵癖がありすぎるもんだからつい余計なことまで調べ上げて人を驚かしてみたくなるんですよ自分でも悪い癖だと思っていますがなかなかやめられないんです今はじきに本題へ入りますから、まあ、もう少し辛抱して聞いてくださいで、ね、あの時奥さんは自動車の窓が壊れたので ガラスの破片で額へけがをなさいましたねそうですしかし筆子は割にのんきな女でしたからそんなにびっくりしてもいませんでしたよそれにけがといってもほんのかすり傷でしたからですがあの衝突事件については僕が思うのにあなたも多少責任があるわけですなぜなぜといって 奥さんが乗り合い自動車へお乗りになったのはあなたが電車へ乗るな乗り合い自動車で行けと追いつけになったからでしょうそりゃあ言いつけましたかもしれません僕はそんなこまごましたことまではっきり覚えてはいませんがなるほどそう言いつけたようにも思いますそうそう確かにそう言ったでしょうそれはこういうわけだったんです 何しろ筆子は2度も流行性官房をやった後でしたろうそしてその自分人混みの電車に乗るのは最も官房に感染しやすいということが新聞などに出ている自分でしたろうだから僕の考えでは電車より乗り合い自動車の方が危険が少ないと思ったんですそれで決して電車へは乗るなと固く言いつけたわけなんです まさか筆子の乗った自動車が運悪く衝突しようとは思いませんからね僕に責任なんかあるはずはありませんよ筆子だってそんなことは思いもしなかったし僕の忠告を感謝しているくらいでしたもちろん筆子さんは常にあなたの親切を感謝しておいででした亡くなられる最後まで感謝しておいででしたけれども僕はあの自動車事件だけは あなたに責任があると思いますね。そりゃあなたは奥さんのご病気のためを考えてそうしろとおっしゃったでしょう。それはきっとそうに違いありません。にもかかわらず、僕はやはりあなたに責任があると思いますね。なぜお分かりにならなければ説明しましょう。あなたは今、 まさかあの自動車が衝突しようとは思わなかったとおっしゃったようですしかし奥様が自動車へお乗りになったのはあの日一日だけではありませんだあの時分奥さんは大患いをなすった後でまだ医者に診てもらう必要があったそしてその間はいつも乗り合い自動車へお乗りになった衝突事故があったのは つまりその期間の出来事です。ようさんですかね。ところでもう一つ注意すべきことは、あの時分はちょうど乗り合い自動車が始まりたてで、衝突事故がしばしばあったのです。衝突しやしないかという心配は、少し神経質の人にはかなりあったのです。ちょっとお断り申しておきますがあなたは神経質の人です。そのあなたが、 あなたの最愛の奥さんをあれほど度々あの自動車へお乗せになるということは少なくともあなたに似合わない不注意じゃないでしょうか一日おきに一月の間あれで往復するとなればその人は30回衝突の危険にさらされることになりますハハハハそこへ気がつかれるとはあなたも僕に劣らない神経質ですな。 なるほど、そうおっしゃられると僕はあの自分のことをだんだん思い出してきましたが僕もあの時まんざらそれに気づかなくはなかったのですけれども僕はこう考えたのです自動車における衝突の危険と電車における官房電線の危険とどっちがプロバビリティが多いかそれからまた仮に危険のプロバビリティが両方同じだとして どっちが余計生命に危険であるかこの問題を考えてみても結局乗り合い自動車のの方がより安全だと思ったのですなぜかというと今あなたのおっしゃったとおり月に30回往復するとしてもし電車に乗ればその30台の電車のいずれにも必ず官房のばい菌がいると思わなければなりません。 あの自分は流行の絶頂期でしたからそう見るのが死闘だったのですすでにばい菌がいるとなればそこで感染するのは偶然ではありませんしかるに自動車の事故の方はこれは全く偶然の災いです無論どの自動車にも衝突のポシビリティはありますがしかし初めから下院が歴然と存在している場合とは違いますからな 次にはこういうことも私には言われます筆子は2度も流行性官房にかかっていますこれは彼女が普通の人よりもそれにかかりやすい体質を持っている証拠ですだから電車へ乗れば彼女は大勢の乗客のうちでも危険を受けるべく選ばれた一人とならなければなりません自動車の場合には乗客の感ずる危険は平等ですのみならず僕は 危険の程度についてもこう考えました彼女がもし3度目に流行性官房にかかったとしたら必ずまた肺炎を起こすに違いないしそうなると今度こそ助からないだろう一度肺炎をやった者は再び肺炎にかかりやすいということを聞いてもいましたしおまけに彼女は病後の衰弱から十分回復しきらずにいた時ですから僕のこの心配は杞憂ではなかったのです。 ところが衝突の方は衝突したから死ぬと決まってやしませんからな。よくよく不運な場合でなければ大けがをするということもないし大けががもとで命を取られるようなことはめったにありゃしませんからな。そして僕のこの考えはやはり間違ってはいなかったのです。ご覧なさい。筆子は往復30回の間に一度衝突に遭いましたけれどわずかにかすり傷だけで済んだじゃありませんか。 なるほど。あなたのおっしゃることはただそれだけ伺っていれば理屈が通っていますどこにも切り込む隙がないように聞こえますがあなたがただいまおっしゃらなかった部分のうち実は見逃してはならないことがあるのですというのは今のその電車と自動車との危険の可能率の問題ですな自動車の方が電車よりも危険の率が少ない また危険があってもそ,の程度が軽いそして乗客が平等にその危険性を負担するこれがあなたのご意見だったようですが少なくともあなたの奥様の場合には自動車に乗っても電車と同じく危険に対して選ばれた一人であったと僕は思うのです決して他の乗客と平等に危険にさらされてはいなかったはずですつまり 自動車が衝突した場合にあなたの奥様は誰よりも先にかつおそらくは誰よりも重い負傷を受けるべき運命のもとに置かれていらっしゃったこのことをあなたは見逃してはなりませんどうしてそういうことになるでしょう僕には分かりかねますがねあはあお分かりにならないどうも不思議ですなあ ししかしあなたはあの時分筆子さんにこういうことをおっしゃいましたな乗り合い自動車へ乗るときはいつもなるべく一番前の方へ乗れそれが最も安全な方法だとそうですその安全という意味はこうだったのですいやお待ちなさいあなたの安全という意味はこうだったでしょう 自動車の中にだってやはりいくらか官房のばい菌がいるでそれを吸わないようにするにはなるべく風上の方にいるのがいいという理屈でしょうすると乗り合い自動車だって電車ほど人が混んでいないにしても官房電線の危険が絶無ではないわけですなあなたはさっきこの事実を忘れておいでのようでしたな それからあなたは今の理屈に付け加えて乗り合い自動車は前の方へ乗る方が振動が少ない奥さんはまだ病後の疲労が抜けきらないのだからなるべく体を振動させない方がいいこの2つの理由をもってあなたは奥さんに前へ乗ることをお勧めなさったのです勧めたというよりはむしろ厳しく追いつけになったのです 奥さんはあんなに正直なな方であなたの親切を無にしては悪いと考えていらっしゃったからできるだけ命令通りになさろうと心がけておいででしたそこであなたのお言葉は着々と実行されていましたようさざんですかねあなたは乗り合い自動車の場合における官房電線の危険というものを最初は感情に入れていらっしゃらなかった いららっしゃらなかったにもかかわらずそれを口実にして前の方へお乗せになったここに一つの矛盾がありますそしてもう一つの矛盾は最初感情に入れておいた衝突の危険の方はその時になって全く観客されてしまったことです乗り合い自動車の一番前の方へ乗る 衝突の場合を考えたらこのくらい危険なことはないでしょうそこに席を占めた人はその危険に対して結局選ばれた一人になるわけですだからご覧なさいあの時怪我をしたのは奥様だけだったじゃありませんかあんなほんのちょっとした衝突でも他のお客は無事だったのに奥様だけはかすり傷をなすった あれがもっとひどい衝突だったら他のお客が擦り傷をして奥様だけが重傷を負いますさらにひどかった場合には他のお客が重傷を負って奥様だけが命を取られます衝突ということはおっしゃるまでもなく偶然に違いありませんしかしその偶然が起こった場合に怪我をするということは 奥様の場合には偶然然ででなく必然です。2二人は京橋を渡ったが紳士も湯川も自分たちが今どこを歩いているかをまるで忘れてしまったかのように1人は熱心に語りつつ1人は黙って耳を傾けつつまっすぐに歩いていったですからあなたは ある一定の偶然の危険の中へ奥様を置きそしてその偶然の範囲内での必然の危険の中へさらに奥様を追い込んだという結果になりますこれは単純な偶然の危険とは意味が違いますそうなると果たして電車より安全かどうか分からなくなります第一あの自分の奥様は 二度目の流行性看望から治ったばかりの時だったのです従ってその病気に対する免疫性を持っておられたと考えるのが死闘ではないでしょうか僕に言わせればあの時の奥様には絶対に伝染の危険はなかったのでした選ばれた一人であってもそれは安全な方へ選ばれていたのでした一度肺炎にかかったのがもう一度かかりやすいというのは ある期間を置いての話です。しかしですねその免疫性ということも僕は知らないじゃなかったんですが何しろ10月に一度かかってまた正月にやったんでしょうすると免疫性もあまり当てにならないと思ったもんですから10月と正月との間にはふ月の期間がありますところがあの時の奥様はまだ完全に治りきらないで咳をしていらしたのです 人から移されるよりは人にうつす方の側だったのですそれからですね今お話の衝突の危険ということもですねすでに衝突そのものが非常に偶然な場合なんですからその範囲内での必然と言ってみたところがごくごく稀なことじゃないでしょうか偶然の中の必然と単純な必然とではやはり意味が違いますよ いいややその必然なるものが必然怪我をするというだけのことで必然命を取られるということにはならないのですからね。けれども偶然ひどい衝突があった場合には必然命を取られるということは言えましょうな。ええ言えるでしょう。ですがそんな論理的遊戯をやっても仕方がないじゃありませんか。<laughs> 論理的遊戯ですか僕はこれが好きだもんだからうっかり図に乗って深入りをしすぎたんです失礼しましたもうじき本題に入りますよで、ね、入る前に今の論理的遊戯の方を片付けてしまいましょうあなただって僕をお笑いなさるけれど実はなかなか論理がお好きのようでもあるしこの方面ではあるいは僕の先輩かもしれないくらいだから まんざら興味のないことではなかろうと思うんですそこで今の偶然と必然の研究ですなあれをある一個の人間の真理と結びつける時にここに新たなる問題が生じる論理がもはや単純な論理でなくなってくるということにあなたはお気づきにならないでしょうかさあ だいぶん難しくなってきましたな何難しくも何ともありませんある人間の心理といったのはつまり犯罪心理をいうのですある人間がある人間を間接な方法で誰にも知らせずに殺そうとする殺すという言葉が本当でないなら死に至らしめようとしているそしてそのために そのの人をなるべく多く多危険へ露出させる。その場合にその人は自分の意図を悟らせないためにもまた相手の人をそこへ知らず知らず導くためにも偶然の危険を選ぶよりりほか仕方がありません。しかしその偶然の中にちょいとは目につかないある必然が含まれているとすれば なおさらおあつらえ向きだというわけですであなたが奥さんを乗り合い自動車へお乗せになったことはたまたまその場合と外形において一致してはいないでしょうか僕は外形においてと言いますどうか感情を害しないでくださいもろんあなたにそんな意図があったとは言いませんがあなたにしてもそういう人間の心理はお分かりになるでしょうなあなたは ご柄は妙ななことをお考えになりますね外形において一致しているかどうかあなたのご判断にお任せするより仕方がありませんがしかしたった一月の間30回自動車で往復させただけでその間に人の命が奪えると思っている人間があったらそれはバカか気狂いでしょうそんな頼りにならない偶然を頼りにするやつもないでしょうそうです たった30回自動車へ乗せただけならその偶然が命中する機会は少ないといえますけれどもいろいろな方面からいろいろな危険を探し出してきてその人の上偶然をいくつもいくつも積み重ねるそうするとつまり命中率が幾層倍にも増えてくるわけです 無数の偶然的危険がより集まって一個の焦点を作っている中へその人を引き入れるようにするそうなった場合にはもうその人の被る危険は偶然ではなく必然になってくるのですとおっしゃると例えばどういうふうにするのでしょう例えばですねここに一人の男があってその妻を殺そう 死に至らしめようと考えているしかるにその妻は生まれつき心臓が弱いこの心臓が弱いという事実の中にはすでに偶然的危険の種が含まれていますでその危険を増大させるためにますます心臓を悪くするような条件を彼女に与える例えばその男は 妻に飲酒の習慣をつけさせようと思って酒を飲むことを勧めました最初はブドウ酒を寝品に1杯ずつ飲むことを勧めるその1杯をだんだんに増やして食後には必ず飲むようにさせるこうして次第にアルコールの味を覚えさせましたしかし彼女はもともと酒をたしなむ傾向のない女だったので夫が望むほどの酒飲みにはなれませんでした そこで夫は第二の手段としてタバコを勧めました女だってそのくらいな楽しみがなければしようがないそう言って舶来のいい匂いのするタバコを買ってきては彼女に吸わせましたところがこの計画は立派に成功して一月ほどのうちに彼女は本当の喫煙家になってしまったのですもうよそうと思っても 寄せなくなくっってしまったのです次に夫は心臓の弱い者には冷水浴が有害であることを聞き込んできてそれを彼女にやらせました「お前は風邪をひきやすい体質だから毎朝怠らず冷水浴をやるがいい」とその男は親切らしく妻に言ったのです心の底から夫を信頼している妻は直ちにその通り実行しました そしてそれらのために自分の心臓がいよいよ悪くなるのを知らずにいましたですがそれだけでは夫の計画が十分に遂行されたとは言えません彼女の心臓をそんなに悪くしておいたから今度はその心臓に打撃を与えるのですつまりなるべく高い熱の続くような病気チブスとか 肺炎とかにかかりやすいような状態へ彼女を置くのですなその男が最初に選んだのはチブスでした彼はその目的でチブス菌のいそうなものをしきりに彩君に食べさせましたアメリカ人は食事の時に生水を飲む水をベストドリンクだと言って消費するなどと称して彩君に生水を飲ませる刺身を食わせる それから生のカキとところてんにはチブス菌が多いことを知ってそれを食わせるもちろんイ君に勧めるためには夫自身もそうしなければなりませんでしたが夫は以前にチブスをやったことがあるので免疫性になっていたんです夫のこの計画は彼の希望通りの結果をもたらしはしませんでしたがほとんど七部通りは成功しかかったのですというのは 君はチブスにはなりませんでしたけれどもパラチブスにかかりましたそして1週間も高い熱に苦しめられましたがパラチブスの死亡は1割内外に過ぎませんから効果不効か心臓の弱い細君は助かりました夫はその七分通りの成功に勢いを得てその後も相変わらず生ものを食べさせることを怠らずにいたので 君は夏になるとしばしば下痢を起こしました夫はその度ごとにハラハラしながら成り行きを見ていましたけれどあいにくにも彼の注文するチブスには容易にかからなかったのですするとやがて夫のためには願ってもない機会が到来したのですそれはおととしの秋からよくとしの冬へかけての悪性官房の流行でした 夫はこの時期においてどうしても彼女を感房に取りつかせようと企んだのです10月早々彼女は果たしてそれにかかりましたなぜかかったのかというと彼女はその時分喉を悪くしていたからです夫は感房予防のうがいをしろと言ってわざとどの強い過酸化水素水をこしらえてそれで始終彼女にうがいをさせていましたそのために彼女は インコーカタールを起こしていたのですのみならずちょうどその時に親戚のおばが官房にかかったので夫は彼女を再三そこへ見舞いにやりました彼女はたび目に見舞いに行って帰ってくるとすぐに熱を出したのですしかし幸いにしてその時も助かりましたそうして正月になって 今度はさらににいのにかかって、とうとう肺炎を起こしたのですこう言いながら探偵はちょっと不思議なことをやった持っていた葉巻の灰をトントンとたたき落とすようなふうに見せて彼は湯川の手首の辺りを23度軽くこずいたのである何か無言のうちに注意をでも促すような具合にそれから あたかも二人は日本橋の橋手前まで来ていたのだが探偵は村井銀行の先を右へ曲がって中央郵便局の方角へ歩き出した無論湯川も彼にくっついていかなければならなかったこののの度目の官房にも、やはりり夫の細工がありました。と探偵は続けたその自分に、 君の実家の子供が激烈な看望にかかって神田の S 病院へ入院することになりましたすると夫は頼まれもしないのに崔君をその子供の付き添い人にさせたのですそれはこういう理屈からでした今度の風邪はうつりやすいからめったなものを付き添わせることはできない私の家内はこの間看望をやったばかりで免疫になっているから 付き添い人には最も適当だそう言ったので崔くんもなるほどと思って子どもの看護をしているうちに再び看望を背負い込んだのですそして崔くんの肺炎はかなり重体でした幾度も危険のことがありました今度こそ夫の契約は十二分に功を奏しかかったのです 夫は彼女の枕元で彼女が夫の不注意からこういう大患いになったことを謝りましたが崔く君は夫を恨もうともせずどこまでも生前の愛情を感謝しつつ静かに死んでいきそうに見えましたけれどももう少しというところで今度も崔く君は助かってしまったのです 夫の心になってみれば求人の功を一気に書いたとでも言うべきでしょうそこで夫はまた工夫を凝らしましたこれは病気ばかりではいけない病気以外の災難にも合わせなければいけないそう考えたので彼はまず崔く君の病室にあるガスストーブを利用しましたその時分細君はだいぶんくなっていたから もう看護婦もついてはいませんでしたがまだ1週間ぐらいは夫と別の部屋に寝ている必要があったのですで夫はある時偶然にこういうことを発見しました彩君は夜眠りにつく時は火の用心をおもんぱかってガスストーブを消して寝ることガスストーブの線は病室から廊下へ出る敷居際にあること サイ君は夜中に一度便所へ行く習慣がありそうしてその時には必ずその敷居際を通ること敷居際を通るときに崔君は長い寝間着の裾をぞろぞろ引きずって歩くのでその裾が5度に3度まで必ずガスの線に触ることもしガスの線がもう少し弱かったら裾が触った場合に それが緩むにいいないこと。病室は日本まではあったけれども建具がしっかりしていて隙間から風がもらないようになっていること偶然にもそこにはそれだけの危険の種が準備されていましたここにおいて夫はその偶然を必然に導くにはほんのわずかの手数を加えればいいということに気がつきました それはすなわちガスの線をもっととくくしておくことです彼はある日崔くんが昼寝をしている時にこっそりとその線へ油をさしてそこを滑らかにしておきました彼のこの行動は極めて秘密のうちに行われたはずだったのですが不幸にして彼は自分が知らない間にそれを人に見られていたのです

水天宮前の電車通りを歩いていたのであるで今度も夫は七分通り成功して残りの三分で失敗しました崔君は危うくガスのために窒息しかかったのですが大事に至らないうちに目を覚まして夜中に大騒ぎになったのですどうしてガスが漏れたのか原因は間もなく分かりましたけれど それはサイ君自身の不注意ということになったのですその次に夫が選んだのは乗り合い自動車ですこれはさっきもお話ししたようにイ君が医者へ通うのを利用したので彼はあらゆる機械を利用することを忘れませんでしたそこで自動車もまた不成功に終わった時にさらに新しい機械をつかみました 彼にその機会を与え医者は崔くんの病後保養のために転置することを勧めたのですどこか空気のいいところへ一月ほど行っているようにそんな勧告があったので夫はサイ君にこう言いました「お前は四ず患ってばかりいるのだから一月や二月転置するよりもいっそ でもっと空気のいいところへ引っ越すことにしようそうかといってあまり遠くへ越すわけにもいかないから大森辺りへ家を持ったらどうだろうあそこなら海も近いし俺が会社へ通うのにも都合がいいからこの意見に崔くんはすぐ賛成しましたあなたがご存じかどうか知りませんが 大森は大層飲み水の悪い土地だそうですなそしてそのせいか伝染病が絶えないそうですなことにチブスがつまりその男は災難の方がダメだったので再び病気を狙い始めたのですで大森へ越してからは一層猛烈に 生生水や生物を細君に与えました。相変わらず冷水浴を励行させ喫煙を進めてもいましたそれから彼は庭を手入れして樹木をたくさんに植え込み池を掘って水たまりをこしらえまた便所の位置が悪いと言ってそれを西日の当たるような方角に向き替えましたこれは家の中に蚊とハエ等を発生させる手段だったのです いやままだあります彼の知人のうちに私物患者が出ると彼は自分は免疫だからと称してしばしばそこへ見舞いに行きたまには細君にも行かせましたこうして彼は気長に結果を待っているはずでしたがこの計略は思いのほか早く越してからやっと一月も経たないうちにかつ今度こそ十分に功を奏したのです 彼がある友人のチブスを見舞いに行ってから間もなくそこにはまたどんな陰険な手段が浪されたかは知りませんが崔君はその病気にかかりましたそしてついにそのために死んだのですどうですかこれはあなたの場合に外形だけはそっくり当てはまりはしませんかねええ それは外形だけは <laughs> そうです今までのところでは外形だけはですあなたは千の奥さんを愛していらしたともかく外形だけは愛していらしたしかしそれと同時にあなたはもう23年も前から千の奥様には内緒で今の奥様を愛していらした 外形以上に愛ししていらした。すると今までの事実にこの事実が加わってくると線の場合があなたに当てはまる程度は単に外形だけではなくなってきますな2二人は水天宮の電車通りから右へ曲がった狭い横丁を歩いていた横丁の左側に 私立探偵と書いた大きな看板を掲げた事務所風の家があったガラス戸のハマった2階にも開花にも明かりが光光と灯もっていたそこの前まで来ると探偵は「ハハハハハハッ」と大声で笑い出した「ハハハハハッ」「もう行けませんよ」 もうお隠しなすってもいけませんよ。あなたはさっきから震えていらっしゃるじゃありませんか。千の奥様のお父様が、今夜、僕の家であなたを待っているんです。まあ、そんなに怯えないでも大丈夫ですよ。ちょっと、ここへお入りなさい。彼は突然、湯川の手首をつかんで、 ぐいと肩でドアを押しながら明るい家の中へ引きずり込んだ伝統に照らされた湯川の顔は真っ青だった彼は送信したようにグラグラとよろめいてそこにある椅子の上に尻餅をついた。